今お時間よろしいですか。はい。Kステップの報告よろしくお願いします。お願いします。今朝なんですが、睡眠時間12時間でした、うん、ストレス対処3つすべて丸がついています。はい。良好サインとしましては、笑顔が出る、人の話聞くのが好き、うん、まあいいかと思えること、うん、頭がすっきりしている、やる気があるに丸がついています。今日も好調を維持するためにストレッチ、階段を歩く、紅茶を飲むで対処していきます。はい、紅茶ですね。はい。はい、じゃあ紅茶をキープできるように、はい、はい、ぜひ対処をお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ紅茶をキープできるように、はい、はい、対処をお願いします。はい。はい。
鶴見業務センターでは個々の状態に応じて1回10分の休憩を1日に何回でも取れるリカバリータイム制度というものを導入しています。なぜなら特に精神疾患や発達障害のある方はとにかく疲れやすいという障害特性があるからです。休憩時間はもちろんのことを帰宅後にもですね、自身の状況に合ったセルフケアを実践することで疲労の蓄積を防ぎ、本来の能力が発揮できるよう日々フォローアップを行っています。どのようなセルフケアを行うかについては個人によって変わってきますので、定期的な社員との面談の中で状況に応じた効果的なセルフケアを決めて日々実践してもらうようにしています。また、休憩中にどこで、セルフケアを行うのかという点ですが、鶴見業務センターでは通常の休憩ルームに加えまして、一人で過ごせるグリーンルームという休憩スペースを9箇所設置しております。これはですね、パーテーションを置きまして、その中に椅子とテーブルをこう置いた、簡単に設置できるスペースになっております。こちらのグリーンルームは社員からはとても好評です。一方で自由に休憩が取れることが一人歩きをしてしまい、場合によっては甘えの気持ちにつながってしまう可能性も考えられますので、これはですね、日々の面談や研修などを通じてセルフケア能力を引き上げる重要性について発信を続けております。